水道法に準じた水道水中の全有機体炭素 TOC 測定をご紹介します。水道水は私たちの生活において不可欠なものです。料理、洗濯、手洗いなど様々な場面で利用されます。そのため日常的な水道水の安全性確認が重要です。何気なく使っている水道水ですが、住む場所や日時に影響されず、常に安全な水を供給するために、水質基準やその検査方法が水道法及びその関連法規で定められています。水道水を供給するには、51項目の検査を実施する必要がありますが、その1項目に有機物量があります。これは、水の汚れ度合いを知る指標の一つです。水道法関連法規では、水道水中に含まれる全有機体炭素 TOC の量を 3mg パーリッター以下とするように定めています。その他にも、検量線の点数や標準液の種類などの様々な規定があります。今回の TOC 測定には燃焼酸化式全有機体炭素計 TOCL-CPH を使用しました。左にあるのはオートサンプラーです。バイアルをセットするだけで自動で複数検体を連続測定できます。まず、検量線資料を準備します。検量線資料は、フタル酸水素カリウム水溶液を薄めて作成します。検量線は、4点以上の多点検量線とするように規定されています。今回は、基準値 3mg パーリッターと、機器に要求される定量下限 0.3mg パーリッターを含む7点を準備しました。測定資料には、2つの自治体で採取した水道水を用いました。資料をバイアル瓶に入れ、オートサンプラーにセットします。制御ソフトウェア TOC コントロール L を使い、測定条件を設定します。オートサンプラーの設定で、資料をセットした場所を入力します。各設定を入力したら、開始ボタンを押します。オートサンプラーが動き、資料を採取します。サンプリングから測定まで自動で行われるので、あとは結果が出るまで待つだけです。それでは、分析結果を見ていきましょう。検量線は、標準液の調整に使用した純水中の炭素分の影響を除くため、原点移動することにより補正して使用しました。相関係数 R は1であり、直線性も良好です。続いて、自治体 A、B で採取した水道水の測定結果です。TOC 濃度は、両地点で基準値 3mg パーリッターを下回りますが、採水場所によって大きく異なりました。水道水の原水が、自治体 A は湖沼水、自治体 B は地下水であるため、TOC 濃度が異なるものと考えられます。いずれの TOC 濃度でも変動係数は 1% 以内となり、いい再現性が得られました。TOCL-CPH は水道水の全有機体炭素 TOC の管理分析に適しています。詳細はアプリケーションニュースをご覧ください。